マリア・ベネツやクロパの妻・マリアは、新約聖書のうち、ヨハネによる、福音書、19章25節で、イエスの卓形を見守る場面に登場する女性たちの一人。マルコによる、福音書、15章40節に登場するショウヤコブと、ヨセの母・マリアと同一人物であるとする説もある。イエスの十字架のそばには、その母と母の姉妹、クロパの妻・マリアとマグラダのマリアとが立っていた。 新共同訳ヨハネによる福音書19時25分さて、イエスの十字架のそばには、イエスの母と母の姉妹とクロパの妻マリアとマグダラのマリアとが、ただずんでいた。交互訳ヨハネによる福音書19時25分さて、イエスの十字架の傍らには、その母と母の姉妹とクロパの妻マリアとマグダラのマリアと立てり。文語訳ヨハネによる、 福音書19時25分、さてやの母はのと、母はのの妹妹及び及びキロパの妻妻なる、マリアとマグダレネのマリアと、その十字架十字架の傍らに立てり、ヘボンワけヨハネによる、福音書19時25分、クロパの妻マリアは、イエスの母、マリアの姉妹であるとする説もあるが、福音書の番により、クロパの妻マリアと、イエスの母、マリアの姉妹とを別人と読むこともできる。 ありがとうございます。